ブンブン、ハロー YouTube、どうもマサルです。今回は本日2018年11月30日に発売がスタートしたファーウェイの新型タブレット、メディアパッド M5 ライトについて、スペックをアップルの iPad と比較した結果、それからお得なサービスについてご紹介したいと思います。まずはじめに iPad とスペックを比較した結果が次の表のようになります。本日発売がスタートしたメディアパッド M5 ライトのスペックとしては、 CPU がファーウェイのキリン659、RAM は 3GB または 4GB、ROM は 32GB または 64GB、 ディスプレイは10.1インチで、解像度は 1920×1200 ドット、カメラは前後ともに800万画素、バッテリーは 7500mAh で、 OS は Android 8.0 となります。アップルの iPad と比較した場合、CPU に関してはミドルレンジのキリン659ですので、ややスペック不足の部分はありますが、RAM 容量については iPad の倍はあり、またカメラの画素数なども iPad よりも優れている部分があります。さらに価格についてはメディアパッド M5 ライトの方は 32GB モデルが32,270円、64GB モデルが49,110円となっていますが、アップルの iPad については 32GB モデルが48,240円となっていて、同じ 32GB 同士で比較すると、メディアパッド M5 ライトの方がかなり安くなっています。また、上位モデルの 64GB モデルについては、ペンが同梱されているんですが、ペンも含めて49,110円で購入することができます。一方、アップルの iPad については、ペンは別売で、価格は1本が11,664円します。つまり iPad のスペックの低い 32GB モデルとペンを同時に購入すると、52,488円することになります。メディアパッドの方が49,110円。Apple の iPad は 32GB モデルでペンをつけると52,488円。スペックの低い iPad と比較しても1万円以上安く購入できることになります。また、メディアパッド M5 ライトについては2年間の延長保証をつけることができるようになっています。この延長保証というのは、ユーザーの不注意で落として割ってしまったり、また水をかけて壊してしまった場合でも対応してもらえる保証になります。特にこのメディアパッド M5 ライトには、キッズモードが搭載されており、子供の目を保護するブルーライトカット機能や、顔がタブレットに近すぎると警告を出すモードなども搭載されています。ペンも使いますので、お絵描き用のタブレットとしてお子さんに渡す場合、不注意で壊してしまうことも多いかと思いますので、2年間の延長保証が付けられ、なおかつ価格も安いメディアパッド M5 ライトというのは、かなりいい選択肢になるかと思います。ちなみに、誤解のないように説明しておくと、Apple の方にも2年間の延長保証を付けることができます。この保証は Apple Care と呼ばれていて、購入する Apple 製品によって金額が変わってくるんですが、iPad を購入した場合の Apple Care の金額というのは、税込みで約9000円となります。なお、今回ご紹介したファーウェイのメディアパッド M5 ライトについては、すでに Amazon でも販売がスタートしています。販売店のリンクについては、この動画の概要欄の方に貼っておきます。購入を検討されている方のほか、詳細なスペックが知りたい方など、概要欄の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録、よろしくお願いします。